Thank you.
皆さん改めまして音楽の宝箱トレジャーボックスです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、トップバッターの B ボックスさんが都合で、演奏ができなくなりましたので、1回目を、演奏させていただきましたのでですね、セットは1つしかありませんので、1回目と同じ曲ですけれども、最後まで楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Thank you.
コーズ、そして、今僕が、悲しき16歳、違いました、悲しき片思いでした3曲をお届けいたしました。今日はですね、ギターの高博がお休みですので、今日はお手伝いにシックスティーズの金ちゃんに来ていただきます。いつもですね、シックスティーズさんとは曲がよく被るんですけどね、お互いに被ってもね、曲風が違うんで、どんどんやっていこうということでね、はい、いろいろとですね、やってますけど、シックスティーズのハロリーとですね、トレジャーボックスのオリビアがデュエットで、やりたいというね、企画もあるようですけれど、なかなか実現しておりませんで、このコロナ禍でですね、なかなか練習もできませんけど、いつかですね、2人のデュエットの曲をですね、皆さんに披露できるようになるんじゃないかなと、楽しみにしておりますね。金ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、あさっての5月3日ですが、文字コレトロの中央広場の方で文字海峡フェスタというのが開催されますが、そちらの方で文字コポップス会のバンドが演奏いたします。3月3日の12時から16時までですかね、4つのバンドが演奏いたします。12時からシックスシーズン、13時からブラッパーさん、14時から GS クラブバンド、15時からママというのですね、4つのバンドが参加いたしますが、トレジャーボックスは残念ながらメンバーが揃いませんので、今回はお休みということになっております。その代わりです、その代わりということはないですね、毎月第3日曜日に、文字工ポップスライブやっておりますのでね、5月は今回ちょっと演奏の順番がお知らせしていたのよりも一つ1時間早くなりましたので、お間違いのないように12時からトレジャーボックスということで演奏いたしますので、お時間お間違いのないようにお越しいただきたいと思います。そして5月の29日日曜日ですが、こちらも JR 門司港駅のご協力いただきましたですね、門司港駅エレキバンドフェスタというのをですね、今年ちょっと開催してみようということでですね、予定をしております。5月29日の11時から16時ぐらいまで、今参加バンドを募集しておりますけどですね、大体6組ぐらいのバンドさんで音楽を楽しんでいければと思っております。文字工駅さんの方もですね、非常に賑やかな UI 作りをですね、ご協力いただけるということで実現いたしましたので、15日の日曜日、そして29日の日曜日ですね、ライブがありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは、中盤の曲に行ってみたいと思います。Thank you.
I'm not afraid to die.
Yeah.
演奏時間は12時ですので、どうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。